僕の場合はチンチラをお迎えしたことでチンチラ中心の考え方になって生活スタイルがガラッと変わりました。そこで今回は僕がチンチラをお迎えしてから極端に変わったことをお話ししたいと思います。今後チンチラと一緒に生活したいと考えている方はぜひ参考にしてみてください。部屋が綺麗になった。チンチラをお迎えする前はこの部屋は寝るだけの部屋だったので床に物を置いたり使った物をそのままにしてしまうことも多々ありました。ところがチンチラをお迎えしてからはとにかく何でもかじってしまうので余計な物を一切置かなくなったり砂浴びをして部屋が汚れることとチンチラは菌に弱いので毎日こまめに掃除をするようになりました。今では部屋の掃除アイテムがたくさんあるくらい生活は激変しました。いいアイテムがあるとついつい買っちゃうんですよね。外に遊びに行かなくなった。チンチラをお迎えするまでは旅行に行ったり時間があれば外で遊んでました。ところがチンチラをお迎えしてからはペットショップに行くか絶対に外出しないといけない用事以外では家からほとんど出なくなりました。あまりにも家から出なくなってしまったので筋力の極端な低下と肩こりが激しくなったので今は仕事が終わってから少しだけ夜ウォーキングをするようになりました。遅寝早起きになった。僕は自営業で仕事人間なので毎日のように深夜帯まで仕事をしてました。ところがチンチラをお迎えしてからは夜行性で夜活発に行動するから仕事を夜11時には終わらせて1時間程度ウォーキングをして深夜12時くらいから部屋んぽして遊んであげて2時くらいには寝るようになりました。そしてプーちゃんの場合は朝5時頃から活発に行動し始めてかまってアピールをしてくるので一度起きて相手をしているため朝起きる時間は極端に早くなりました。たまにどうしても眠くて寝たい時もあるけど激しく遊んでアピールをして起こしてくるので必ず朝は起きるようになりました。ただ毎日このペースで生活してるとさすがに体力に限界があるのでそんな時はプーちゃんと一緒にお布団で爆睡してます。ペットショップに頻繁に行くようになった。チンチラをお迎えするまでペットショップに行くときはホームセンターなどに隣接されている場所に買い物のついでに見に行く程度でした。ところがチンチラをお迎えしてからは何も用事がなくても何かチンチラにぴったりな商品があるかなとか可愛い子いるかなとか小動物専門店にも頻繁に足を運ぶようになりました。もともと生き物は好きだったのでペットショップに頻繁に行くようになったおかげで可愛い子に遭遇する機会が増えて毎回お迎えしたい衝動に駆られる理性をコントロールするのが大変なんですよね。よく話しかけるようになった。チンチラをお迎えする前は小動物とは意思疎通が取れないと思っていたので話しかけることはほとんどありませんでした。ところがチンチラをお迎えしてからは名前を呼べば来てくれるしチンチラはある程度の言葉を理解できるので意思疎通が多少取れるようになったためか自分でも驚くくらい無意識に話しかけるようになりました。動画を撮影しているときは話しかけても何とも思わないんですけど実は動画を撮影していないときでも結構話しかけてるので知らない人が見たらこの人独り言が激しいなって思うレベルで話してます。おお、そこじゃないそこじゃないふーちゃん違うカメラじゃないよカメラじゃないよ下来ちゃったら何も映らないよ
おいで。よし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 きつい。自分のものはほとんど買わなくなった。チンチラをお迎えする前は結構物欲がある方だったので、欲しいものはすぐに買ってました。ところがチンチラをお迎えしてからは自分のものはほとんど買わなくなって、気づいたらチンチラのものばっかり買うようになってました。一番劇的に変わったことはおしゃれを全くしなくなったことですね。外出する頻度が減ったので洋服はほとんど買わなくなりました。チンチラは良くも悪くも僕の生活を一変させました。お迎えした当時はここまで変わるとは思っていませんでしたが、これだけ影響力を与えるチンチラをお迎えするには今思うとそれなりの覚悟は必要かなと感じています。ただ大変だけど可愛いし、すごく愛嬌があって癒しを与えてくれるから今も楽しく一緒に生活できているんだなと思います。チーチャンネルではチンチラの動画をたくさん公開してますので、気になる方はぜひ過去動画もご覧ください。